まずはこちらのガリガリ君入浴剤。中から出てくるマスコットは全部で4種類。アイスのバーの先にマスコットがついているそうです。見た目はマジでガリガリ君だな。溶かしてみよう。このシュワシュワ感がいいね。何が出るかな？ソーダ味が出ました。続いてはレモンスカッシュ。あ、割れた。レモンスカッシュが出ました。レモンスカッシュは2本買ってたんですよね。本物のレモンスカッシュみたい。あ、さっきと同じや。ダブりました。ラストはコーラ。色がすごいな。コーラでした。ちなみにガリガリ君の中ではコーラが一番好き。続きまして、こちらはロッテのアイスバスボール。全部で4種類。グレープフロートの香り。お、この形は。クーリッシュでした。どんどん行きます。あれ？これは、まさかの。Coolish again. 気を取り直して次、行きますよ。これは、モナ王。3つ目です。ちらっと青いのが見えたな。また君か。これで4つ目。そろそろ雪見大福か、そうが欲しいところ。待ってくれ。クーリッシュ、5個目だよ。そろそろ違うのが出てもいいのよ。そう、来た。ってことで、雪見大福以外の3種をゲットしました。ちなみに6個目もそう、でした。最後はこちら、ミルキーバスボール。全部で6種類のラインナップ。個人的には、ペコちゃんのほっぺが欲しいな。ピンク色、ということは、やっぱり、マカロンでした。次、行きます。茶色の何かが見えますね。これって、もしや。やったー。ペコちゃんのほっぺ。さて、次は何が出るかな？何かな何かな？ポコちゃんのクッキーでした。今のところ、ダブりなし。調子良いですな。と言ってる矢先、また同じ色。ペコちゃんのクッキーだった。パンケーキかトースト、出ないかな？ダブった。6個買って4種類ゲットしました。ペコちゃんのほっぺ、狙ってたけど3つは出すぎ、笑い。